アジア語は、イタリア共和国ベネト州ビチェンツア県にある人口約6500人の基礎自治体。アジア語高原に位置するコムーネで、この地域では最大のコムーネ人口を有する。歴史上は、ドイツ語系の言語と独自の文化を有して、自治を保った、設定コムーニの中心地であり、第一次世界大戦の激戦地としても知られる。冬は、ウィンタースポーツ、夏は、 ハイキングやサイクリングなどで賑わうリゾート地であり、またアジア語チーズにその名を冠している。歴史的にはドイツ語系のチンブロ語が話された地域である。イタリア語以外の言語では以下の名称を持つ。日本語文献ではアジア語のほか、アジア語とも表記される。ビチェンサ県北端アジア語高原に位置するコムーネで北にトレンティのアルトアディチェ州に接する。 おおむね T 字型の地域の面積は162.99平方キロメートルに及び、これはビチェンツ県は最も広い。地域の北部は山岳、高原地帯が広がっている。アジア語の中心市街は地域南部にあり、県とビチェンツァの北約37キロメートル、トレントの南東約37キロメートル、州とベネツィアの北西約79キロメートルに位置する。 ビチェンツァ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の TN はトレント自治県所属を示す。アジアアの視聴者に掲げられた7つのコムーネの文章をこの地域に最初に人類が居住するようになったのは旧石器時代、中石器時代に遡る。ローマ時代以前にはすでに定住が見られた。アジア高原の7つの都市は1310年に 同盟を結んだ。アジア語は同盟の中心地であった。セッテコムユニは5世紀にわたり、自治を行った。ナポレオン戦争により、フランスが北、イタリアを占領すると、1807年に、セッテコムユニの自治も失われた。アジア語高原の戦場第一次世界大戦では、当時オーストリア・ハンガリー帝国領であった、南チロルとの国境にあたる、アジア語高原は、 イタリア戦線の戦場となった。当初は国境線に沿った残豪をめぐり、こ着した戦いが繰り広げられた。1916年5月、オーストリア軍はアジア後高原の突破を図って攻勢をかけた。激しい砲撃により、アジア後の市街地も破壊された。1ヶ月に及ぶ、この戦いはオーストリア軍の敗退に終わるが、 両軍合わせて2万7千人の戦死者を出した。その後も国境付近のウルティガーラ山を巡るウルティガーラ山の戦いなどが繰り広げられた。第一次世界大戦の終結後、市街地の再建が行われるとともに、戦没者の遺骨を収集して記念碑が作られた。アジア語では19世紀半ばまでドイツ語系の言語であるチンブロ語が話されていた。 アジアアゴチーズの産地である。熱を少し加えたグラーナタイプのチーズで、ペコリーノに似て平らで丸く、重さは一つ9キログラムほどである。原産地名称保護制度による名称保護を受けており、アジアアゴで規定に従って生産されたチーズだけが、アジアアゴチーズという名称を使用できる。市街近くの丘には軍人墓園があり、記念碑や博物館が建てられている。 この記念碑は、パスビオやモンテグラッパー、トネッツァ、デルチモーネの戦争記念碑と同様に、ビチェンツァ県のシンボルとなっている。軍人墓地には、各国の戦没者が埋葬されている。アジアアの戦いに従軍したエミリオルスは、戦場の一年でこの戦闘を描いている。アーネスト・ヘミングウェイも、当地で戦った一人である。アジアアには、天文台が二つある。パドバ大学が所有する。 アジア語天文台と、イタリア国立天文学研究所のアジア語チーマ、エカール天文台である。1999年から、パドバ大学天文学部と、ドイツ航空宇宙センターの共同プロジェクトとして、アジア語チーマエカール天文台の望遠鏡を用いて、地球近傍天体を観測する、アジア語 DLR 小惑星サーベイが行われた。 アジア語天文台アイスホッケーのクラブチーム HC、アジア語、インラインホッケーのクラブチームアジア語バイパースが、本拠を置く。アジア語空港、ありがとうございます。